あのー、結局ここでね、うん、大事なのがね、うん、YouTube 内容、はいうん、静香ちゃんは、はい、<coughs> YouTube で、うん、まあ一人しゃべりしてるじゃない、はい、あれ YouTube で一人しゃべりするっていうことは、うん、自分の話してる内容を、うんあのー、ものすごく分かってもらわなきゃいけないわけじゃない。うん わかるよね、はいまあ、そこの意識もまだちょっとなかったかないやもうそれの段階まではいってるよね。うん、YouTube を一生懸命収録して配信するっていう作業に追われまくってるっていう状況からはもう次の段階に進んでるよね。まあそんなにそんなに苦もなく収録をしてその配信はできてるよねっていう意味ね。はい そうです、ねうん、まあ簡単に言ったら、はあ、あの余裕のある時間ありますよねっていうこと。余裕のある時間がないんだったら、うん、あ,のあなたは一体家で何をしてるのかっていうことは僕はものすごい不思議なの。うん 余裕のある時間、そうですね。僕は静香ちゃんは独身だよね、はいはい、で実家暮らしだよねはい、うん、時間が余って余ってしょうがないっていう悩みはないの、うん、僕の経験上、はい、僕自身の経験そしてカウンセラーとして、はいはい しずかちゃんの割と大きな悩みって、はい、時間が余ってしょうがないっていうことなんじゃないかなって昔から思ってるんだけど、はい、だってあなたあの誰かと LINE してるわけでもないし、うん、友達と会うわけでもないし親と話するわけでもないし、うん、彼氏がいるわけでもないし。 行って何をしてるの？うん、えということわかる。はい。あの素朴な疑問なの。素朴。うん。じゃあちょっと具体的に聞こうかね。はい。えっと仕事から家に帰ってくるのは何時なの？うん、えー、っと六時過ぎから七時の間で、うん、まあ七時としましょう。はい、そして、うん、寝るのは何時なの？寝るのは。うん。 1時とか2時とか、まあどっちの方が多いの？2時ですかね。ね、8時9時10時11時7時間あるわけだよね。うん、じご飯とかお風呂とかにどれぐらい時間かかってるの？7時間の中で。え、ご飯とお風呂合わせても、うん、340分か。 かからんぐらいですかね。じ、うん、で、まあ一時間としようよ。はい、多めに見て。はい、あと六時間何してんの？あと六時間は。うん、毎日だよ。はい。毎日六時間何してんの？いや、僕あなたの YouTube 聞いてて、六、うん、時間丸ごと YouTube のことを考えた台本と喋りじゃない、うん、って判断してるんやけど、これは間違い。六時間はかけてない。うん。うん じゃあど,れどれぐらいかけてるかそのとそれによってどれぐらいかけてるの、うん、台本にあれ1本、はい、1> あれシリーズで何か作って1回で収録して1回で編集とかしてるんかねえっと1回ではなくて2回ぐらいに分けて、うん、うん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  まあこういう号外カウンセリングのまあサムネも作ったりとかまあ編集したりとかしてるじゃない平均すると一日どれぐらい YouTube に時間を使っているのその YouTube の台本を考えるということも含めれば、はい、それは家に帰ってからだけの話をちょっと教えてもらいたいんやけどその6時間の中のどれぐらいの時間を平均すると使っているの 平均でも3時間ぐらい三時間ね、はい、あとの3時間はあなた何をしてるのあとの3時間はテレビ見たり見る、うん、なんか検索したり何を検索してるの何検索してるかな競馬のこととか何か目的を持ってちゃんと検索したりテレビを見たりしてるの あなた潜在意識優位になったら、はい、あの洗脳状態のプログラムが動き出すっていうことは知ってるよね。あなた家帰ってぼうっとしたら、うんうん、昔の自分に逆戻りっていうのは知ってるよね。え、あなたその三時間の間にいつも元に戻ってるんじゃないの？ だって目的なしに検索する目的なしにテレビ見るってあなたにとっては命取りだよね。だよね。っていうかそもそもさななんで時時間間しかかにけていのあなたカウンセラーが中学生の時からの夢だったんでしょ。カウンセラーで成功するために今全力で。 自分の時間を使うことっていうのは YouTube だっていうことはそれは分かってんの。はい、え本当、ね、えだって6時間時間があるのに、うん、いや受験生だったら5時間ぐらいは勉強しないだよね、はい。なんで3時間6時間の中なんで半分しか使わないの なぜなのなぜ、うん、?YouTube で成功しない限り、うん、カウンセラーとしては成功できないんだっていうことは分かってんの、うん、え本当に分かってんの、うん、YouTube があなた成功しない限りあなたのところに、うん、あの誰一人お客さん来ないんだけど、うん、それは分かってんの ていうか、その前に、はい、あなた本当にお客さんに来てほしいの。うんはい、実は怖くて、来て欲しくないんじゃないの。実<は>うん、自信がないから、まだ来て欲しくないんじゃないの。え、どうなの、本当に、どんどん来て大丈夫なの。え<ー>、例えば、うん、あの。 問い合わせフォームがあるじゃない、うんはい、あそこにどん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 問い合わせが来たり「うんうん、ね受けてみようと思うんですけど」とか来て「いいの?はあ」うん、本心としてはどうなのうん。うん ものすごく助けたいから来てほしいと思ってんのそれとも来たら嬉しいなーって思ってんのそれとも、はい、結構大変な人来たらどうしようって思ってんの<ー>それは本音で言うとはどっちなのものすごい助けたいの、うんうん うんう、うん、実際怖いってない<あ>僕今でも怖いんだけどあなた怖くない,いや怖いですねだよね、はい、いや僕今でも怖いからねうん、うん、いやあなたが来ても僕怖いよ、うんうん あなたあの相変わらずの癖で、うん、恐怖心が出たら、うん、現実逃避っていうパターンに入ってないこれ<ー>恐怖心が出たら勇気だよ、うんはい、あなた本当は、うん、クライアントさんが来るの怖いんじゃないの、うん、え怖いでしょだって怖いですねだから来てほしくないんでしょ、うんうん、だから 自分の願い夢もあるから6時間の中で半分ぐらいは使っとかなきゃ絶対夢叶わないよなでももうこれ以上したら来ちゃうよなであなたが思いそうだよね。6時間あったらねえ6時間丸ごと YouTube に集中するぐらいの理想はね YouTube の内容にしていかないとっていうか、うん、6時間時間をかけて質を良くした、うん、YouTube にしない限りあなたの中学生からの夢、うん、ねあのとお実は諦めてた夢、うん、えこのままでは絶対叶わないよ。はい、言ってることわかる、はい、え東大受験とおんなじぐらいの意識、うんうん 持たないと、はい、あの一般の人たちが例えばオリンピックの金メダルとかサッカーのワールドカップとか、うん、そういうのって実感が湧かないじゃないリアリティが。うん、やっぱり一番はそのまあんていうか受験制度の中で、うん、あの生きてきた人が多いから、はい、やっぱり東大受験ってすごくわかりやすいと思うんだよね。うん、もうあり得ない、うん いやね、うん、もうありえないよね、はい、それぐらいしないと成功しないっていうことは分かってるの。はい、いや分かってないよね。分かってないでしょうね、うん。だって実行が伴ってないっていうことはうん、うん、例えば実行が伴ってないんだったら、うん、本当はもう毎日5時間 YouTube に、うん。 集中してもっともっといいのを作りたいんですけど先生なかなか4時間しかでできないんですこれどうしたらいいですかっていうレベルまで僕はしずかちゃんだったら来てて当たり前なんじゃないかなって思うの。これなぜさっきも似たようなことを言ったけどあの僕はそのぼーっとしてる3時間僕はもっとだと思うなう。あの 静香ちゃんは YouTube は3時間ぐらい実際やってるだろうけど、うん、あの急ぐ必要はないけど、うん、ゆっくりでもダメだよね。うん、だって東大の受験勉強するのに3時間の中の密度っていうのがあるじゃん、うん、急いで参考書をやったって一個も覚えてないんじゃ話にならないわけじゃない。だから僕は非常に申し訳ないけど。 あ,のあなたの,あの才能から言って、うん、平均して毎日3時間かけてる YouTube では僕は絶対にないと思う、うん、あ,あなたが3時間してないって言ってるんじゃないよ、はい、3時間の中の密度は多分1時間半ぐらいの密度よね、うん、あなたなら1時間半でできることを3時間でやってると思うわ とということはその1時間半っていうのは何してるかっていうとこの途切れ途切れ1時間半で1時間半ボっとしてるんじゃないんよ3時間の中でちょいちょいその空白の時間を作ってるんよその間にだから YouTube の台本考えてる時も YouTube の収録してる時もサムネ作ってる時もあなたは多分あの昔の自分に戻ってるんやわ。 考えられるでしょ、はい、<laughs> もっと集中してあの自分の願いに集中してでこれが自分と向き合うってことやで、はい、自分に優しいっていうことを今日は最初からずっと教えてる、はい、自分に優しいっていうのは「はい、優しくなります」じゃダメなんよ。うんうん、本当に優しくならなならきゃいけないけの自分に。うん、ね。はい あなたはもうこれはっきり言うけどあなたは結婚もしてない子育てもしてない実家にいて家事もさほどする必要はないそれなのにね主婦でね子供もいたりね病人がいる人も今 YouTube やってるじゃない家にねああいう人たちと仲間とねあなたの YouTube って 歴然とした差がなければいけないんだよあなた、うん、あなたって、うん、例えば YouTube 一つするにしてもあの仲間の中でね、うん、主婦の人ってあなたより時間ないわけじゃない、うん、そうだよね、うん、働いてるし、うん、<laughs> ねそれはパートとかもあるかもしれないけど、うんうん、まあ家に ねえ子供さんが病気だったり目が不自由な親御さんがいたりとかねえあのー、ややこしい夫に怯えながら生きてる人も YouTube してるじゃない,、はいいや。あなたもそうなんだけど、うん、あなたの YouTube と他の人の YouTube って絶対に下がなきゃいけないのよ。うん、もう明らかな下がなながきゃいけないけの、うん 言ってることわかる、はい、自分で別に謙遜しなくても、うん、あの自虐的にならなくてもいいから、はい、ねここで1回切ってこれ、はい、youtube ってね、はい、あのあなたの先生が、はい、ただ単に言ってるんじゃないよ、はい、さっきも人の僕に自分を分かってもらうことが、はい、あの、うん できててないよって、うん、あれもっと YouTube に真剣に向き合ったら、うん、それのトレーニングになってるから、うん、僕からこんなことをカウンセリングの場で添削されるなんていう状況にはあるはずがないよ。わ、うん、かるよね、うんうん。そしたらあなたの人生の夢を叶える願いを叶えることを今取り組んでるわけだよね。うん あなた自分の今までの人生が、うん、これこのままだったらね単なる怒不孝で終わってしまうんよ。うん、言ってること分かる、はい,さい最後の15分あなたは YouTube っていうものにはっきり言ったら、はい、人生をかけなきゃいけない。はい、分かる、はい、それを具体的にどの程度やればいいのかっていうことを。はいうん 僕は本当はあなたに自分自ら気づいてほしかったんだけど、うん、このままだったら残念だけどあの被害が大きすぎて、うん、あなたのせいじゃなくてあなたの親の被害が大きすぎて父親と母親の,、うん、あの僕からあの細かく指示をしないと一時期ちょっと無理だなって思ったんでじゃちょっとここでって。うん ラスト、ね、10分ぐらい残ってるんで、はいはい、どの程度やればあなたの願いが叶うのかっていうことを僕なりに教えましょう。はい、ありがとうございました、はい